久保さん、寒いっすね。いや鹿児島ってね、寒いっすよ。まあ、僕が住んでるとこは田舎なのか分かんないですけど、この、ダウンジャケットを着て寝るっていうね。そう <laughs> ダウンジャケット着て寝てます。なんかね、寝相が悪いので、布団かけても、なんか布団蹴っちゃうんですよね。だけど、ダウンジャケットだと蹴れないじゃないですか。 なかなかファンキーっすよねダウンジャケットで寝るっていうでもね行き着いたのはここです布団を蹴ってしまうから <laughs> 布団いくら <laughs> 重ねても <laughs> あのダメなんですよなんでだあの身にまとうことにしました <laughs> で今回はねあのあ,あの売れる秘密とかや 久保哲郎のあっか塾が売れる秘密にしてしおきましょうかっか塾が売れる秘密っていう <laughs> これね久保さん、ね、のトークでね吉田さん僕あの即果塾セールスしてないんですけどねと即果塾セールスしてないんですけどねっていうトークがセールストークなんですよね <laughs> はっきり言って即果塾っていう商品名も何も商品名言わなかったら絶対売れないですねだって存在が分かんないんだからうん 1%,、まあ、あの 1, 1ぐらいは、久保さん、なんか有料のなんか商品ってないんですかっていうのは1%ぐらいあるかもしれないですけども、それは1%であって、あのすごい低いですね。商品を持っていることを言わない、商品をやあのサービスをやっていることを一切言わない、商品名がわからない、お問い合わせしようがないじゃないですか。山に登りたいっつっても、その山の名前が分からなかったらどこの山登るのかみたいな話なんで。 久保さんがその売れる理由って、いや、そっか塾の塾生さんがいるんですけどで、まあ、でも今はちょっと売ってないんですけどね、みたいな <laughs>。売ってないけども、商品の名前は売ってるんですよ。商品のセールスは、あ商品の案内はしてないけど、商品の名前は売ってるってことですね、言うことによって。あ、そっか塾っていうのがあるんだ。でも売ってないんだ。でも、買う方法はないのかな。久保さん、そっか塾って今売ってないんですかみたいなね <laughs>。 お問い合わせでできるじゃないですかそうだからあのこれもね僕が60歳になって引退したら「あのドリームアカデミーは売ってないですけどね」みたいな、ね、もう引退したんですけどねみたいな久保哲郎手法を使おうかなっていう,う、まあ、結局ねあとはまあ究極を言うと久保哲郎っていう自分自身を売ってますからね発信することによってこの人ですよねその商品が あーなかったとしても自分に興味を求えればまあその確率は生まれるわけですよゼロパワーではないですねあのなんかお金払うんで何か教えてくれませんかっていう商品名はなかったとしてもね、うん、商品名が商品名がなかったとしてもあの久保自分の名前を売っとけばそういう現象が生まれるってことですねうん何も売らないで売る,売るっていうのは難しいですよ だって、渋谷のスクランブル交差点ですれ違った人に声かけて、商品売り買いたいんですけどっていう声かけることは、まずありえないですね。ありますかスクランブル渋谷のスクランブル交差点を歩いていて、見知らぬ人に声かけて、すいません、商品買いたいんですけど、有料で何か売ってくれませんかっていうことは、多分ないですね。久保さんも多分ないと思いますよ。おそらく。僕もないですね。間違いなく。だって、その人知らないし。 そもそもその人の信頼関係ないし商品どんな商品持ってるか知らんし声かけないですね <laughs> <laughs> まあ結局だから何かは売らないとね名前を売るのかあのなんだあの売ってないけど商品名を商品名をしっかりとこう伝えていくのかっていうまあこれが大事ですね 言い続けるっていう、ね、しつこく <laughs> しつこく言い続けるセールスしてないっていうのはしつこく言うっていうね <laughs> それが結局セールスになってるっていうねいってらっしゃい。